静岡県庁自然保護課の山崎です。よろしくお願いします。今回は三福峠の周辺から見える山々を紹介したいと思います。三福峠の一番大きなお花畑に来ています。昨日の雪で一面真っ白に雪化粧になっています。潮見岳、藍野岳、北岳が綺麗に見えていますね。南アルプスはこれから深い深い雪に閉ざされる季節になっていきます。雪の上に一輪の高根松の地層を見つけました。鹿の食害にも雪の寒さにも負けず力強く咲いていました。三福山に登ってみたいと思います。南アルプスの女王と呼ばれる千畳ヶ岳も綺麗に見えています。カールも見ることができます。そしてそこから左に行くと遠くには北アルプス穂高連峰がそびえていて、こちらには中央アルプスですね、日本アルプスが一望に見ることができます。白く輝く南アルプスの景色はいかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画で会いましょう。